はい、どうもです。今日はスプラトゥーン1の世界に帰ってきまして、多分スプラトゥーン2から始めた方結構いると思うんですけど、スプラ1について多分持ってない人はわからないじゃないですか。なので今回はストーリーモードですね。スプラトゥーン1の、ストーリーモードを皆さんにお見せできたらいいなと思って今日はつけてみました。今回のスプラトゥーンはペンタクルスの姫ちゃんとイーダちゃんではなく、シオカラーズのホタルちゃんとアオリちゃんの絡みも見れたりするし、実は知られていないストーリーがあったりして、面白いと思うので、よかったら見ていってください。よろしくお願いします。ということで、今回からスプラトゥーン1のストーリーモードの実況をしていきたいと思うんですけども、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ストーリーシリーズとして出すので、登録しておくと続きが見れると思います。それでは行きましょう。まあ、まずはニュースを見るところからですね。おーい。ちなみにこのためにアカウント作り直してきました。ちゃんとストーリーモードをするために、現在のレギュラーマッチのステージはこちら。あ、もうこういうのはあれなんですね、普通なんですね。スプラ2と同じ感じでニュースが出てくる。まあ元祖だから一番最初はこっちですけどね。はい、多分みんな知らないステージもあると思います。そう、オーデンチナマズ、オーデンチナマズがなくなっちゃうんですよ。ここからストーリーが始まるんです。ここのニュースから。イカスツリーにいたオーデンチナマズが突然と消えちゃう。突然突然じゃないんだ、突然と消えちゃって、消えちゃうんだよな。これを探すために、そう、探すためにあのストーリー行くんですよね。だからタコが持ってったんですよ、タコワサ将軍っていう。多分スプラ2もタコワサ将軍かな。それでは行きましょう。ハイカラシティようこそ。まあ、広場はね、ハイカラスクエアと違ってまた見応えがあるんですけど、まあ、ちょっと散歩しますか。いろんな服屋さんとかギアを変えれるところとか。このバトル道場ってのはね、友達とね、なんか風船バトルができるんだけど、これね、やってみたいんだよね。多分5年間ぐらいスプラでやってるんだけど、俺一回もやったことないんですよ。一回もスプラでやったことないから。ただオフラインモードなので友達がいないとできないんですよ。これなんかうまいこと俺の家に友達呼んで、まあ、できたらいいですね。どこから行けるんだ。どこだ、こ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 こだ。今行かねえ。なんだっけあの人の名前。おっちゃん、おっちゃんがいた、おっちゃんがいた。おっちゃんのところから行けるんだよ。来た。ここから始まります。なんだっけ名前、当たり目さんだ、思い出した。当たり目しで、たったったたた、タコが来よる。あ、おお、取り乱してすまんかった。わしは旧カラストンビ部隊当たり目司令じゃ。いい目をしておる。お主のような若者を待っておったんだ。ハイカラシーのエネルギー源オーデンチナマズが消えた事件を知っておるか。これさっきニュースでやっていた事件です。町の者は誰も存在を信じぬが、あれはタコ軍団オクタリアンの仕業だ。あれ、オクタリアン、キャッツラ100年前の大ナババリバトルのリベンジのためオーデンチナマズを狙っておった。100年前からナババリバトルは存在してる。これ待って、俺も初めて知ったぞ。スプラの歴史が知れますね。わしはずっとたった一人でキャッツラを見張っとったんだが、仲間どうした。一人だったのか、カラストミ部隊。天日干しをしている間にオーデンチナマズを奪われてしまったんじゃ情けない。100年待って盗まれるってね、不甲斐ないですよね。頼む、わしに協力してくれんか。キャッツラからオーデンチナマズを取り返すんじゃ。言わない、何も言わない。黙っとるっちゅうことはイエスっちゅうことじゃな。よし、今日からお主をニューカラストミ部隊隊員3号に任命する。はい、ここから3号という、自分がヒーローになって、1号2号は実は、まあ、今後分かってくるんですけど、1号2号は別にいて、自分は3号です。で、ちなみにスプラ2では4号になりました。すごいでしょ。スプラ2で4号だし、確か8号もあるんだよね。オクトエキスパンション、オクトエキスパンションは確か8号8って名前だった気がする。キャッツラのインクに対抗できるよう特製のヒーロースーツをくれてやろう。
サイズもぴったり。1号&2号のお下がりじゃん。いや、1号2号のお下がりはいいと思うよ。まあ誰かはいずれわかるよ。ほんじゃレッツゴー、いかよろしく。そう、自分やったことあるのでね、初見ではないんですけども、楽しんで見ててください。ちょっとね、感度を変えたいな。はい、設定を自分の設定に戻してきたので、3個ナマズ集めていこうかな。こういうとこにあるんだよ。これ1個目、タコルーパーの秘密基地、電池ナマズを取り戻せ。一番最初のステージ。元祖スプラットの一番最初。原点。ストーリーモードの原点です。よろしくお願いします。ちなみに、スプラ1始めたての頃、オンラインを繋ぎ方わからなかった自分はずっとヒーローモードやってました。あ、すごいヒーローシューターだ。ヒーローシューター後で強化できるので。なんか、スプラシューターみたいな感じですね。今のところ。はい。こんな感じで、スプラ1も。あ、これも壊しておくか。ヒーローモードなんで、ほんと懐かしい。久しぶりだな。箱とか全部壊しておくか。一応。よいしょ。まあ、今から、Wii U 買う人って少ないよね。なんか、スプラ2始めてハマっちゃって、スプラにハマったから1もやってみようかなって思って買ってる人もね、ちらほら見るんですけど、そんな多くはないかな。やっぱスプラトゥーン2がすごい完成されてて面白い。さらにはスプラトゥーン3出ますからね。買う人なかなか減ったんじゃないかなと。まあ Wii U のゲームですからね。やってる人も少ないしね。これ全部集めとこう。今のところなんかあまり、そんな難しくはないステージだよ。まあ1の1だから。マリオで言う1の1。初心者チュートリアル系だ。あれこれどこ、こっちジャンプしてんのかな。違うよね。そんな、最初からそんな難しいわけないよね。これだ。ちゃんと当たり前さんが教えてくれてるよ。俺読んでないけど。周囲を反らして後ろ向いた後に、これはスプラス2でもありますね。はい。楽しい。なんか豪快。ストレスが発散できるわ。普段そんなストレス溜まる生活してないですけど。ゲーム実況。ゲーム楽しいからな。最近なんか、面白いゲーム多いですよ。よっしゃー、全部倒した。これ上行ったらなんかあるよね。あ、待って、これイカ返しがある。イカ返しがある。これ上に箱があるぞ。取るか箱。これ取っていくか。登れ。登れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。オッケー。なんだ、ミステリーファイルだ。やった。最初気づかなそうだね、これ。さあ次へ。あ、なんかステージ立ち用パーキングみたいだな。高いな。下見えない、怖いなこれ。落ちたくはないね。ピカちゃんって軟体動物だから落ちても生きてられるのかな。さすがに衝撃を吸収できないのかな。イカなのに泳げないのは謎なんですけど。あ、鍵だ。これは鍵をしっかり取りまして、タコをついでに倒しておき、箱もついでに壊しておく。まあ、今は多分結構楽だから、箱壊して、イクラも取ってるけど、あ、これサーモンのイクラに似てるな。こっからサーモン生まれたのかな、鮭たちは。ここから生まれたんじゃないか。そう。今はちゃんと取ってるけど、後にめんどくさくなったら取らなくなると思うので、ご了承ください。多分いずれ取らなくなるわけ、鍵取った。倒したや。はい。箱も一応壊しといて。そんな必要ないと思うけどね。よいしょ。タコ一応倒しとこう。ごめんな。罪のないタコたち。まあ、でも100年前から縄張りバトルがあって。あ、待って、終わる。電池ナマズ。なんかプルプル動いてる。見て、みんな。かわいい。あれ、こんな動くっけ？ツーもこんな動くっけ？なんか振動してるよ。取ります。オッケー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 。これ一回やった後確かお人形になるんだよね。本体じゃないんだよね。さあ戻ってまいりまして、1の1は、まあ、割と簡単でしたね。ナマズは古来よりエネルギー源として重宝されてきた。ハイカラシティの電力供給も御年100歳の大電池ナマズによるものだ。100年前とは別だ。100歳かっていうことはあれだ。大縄張りバトルがあった年だね。さっき最初の方言ってたけど。
え、結構生きてるんだね、100歳って。100歳か。ちょっと、100歳になって生きてたら、俺、スプラトゥーンもう一回やってみるわけよ。あと90年ぐらいか。あと90年ぐらい経ったら、俺は、100歳になります。僕の年は10歳。あ、これ3番だ、違う。2番から行こうか。ちゃんと順番通りやっていこう。あんまこういうの気にしなかったんですけど、あ、見るの忘れた。なんかさ、ちゃんとした実況をしたことないからさ、そんなしないからさ、見せなきゃいけないところをちゃんと見せよう。タコボールの隅かって。こんな感じでストーリーをやったことな、あんまり、スパルタでストーリーのゲームじゃないからな。こちらが例えば戦い、オンラインで戦う系ですね。でもストーリーがあるのいいよね。なんか何これ何これこのキャラこのキャラ何あ、でもこれ下クラゲだよ。クラゲだ。ほら。あ、目消しちゃった。消しちゃったけど。クラゲになってるんだ。こんなキャラもいるのかな、いずれ出てくるのかな。まだ俺見たことないけど。3で出てきたらこれのことだね。ちょっと楽しみにしよう、こっそり。さあ、ここ登っていきます。ちゃんと電柱取りまして。うわぁ、いい、すごいとこ通るなぁ。俺こういうの見たことあるわ。こういう隙間通るの。なんだっけ、東京ドームシティのラクーアのジェットコースター。なんかビルの隙間通るんですよ。ビルの隙間、なんかね、丸い、ラクーアって、LAQUR。アルファベットで書くんですけど、その9の間通った気がする。なんかね、穴ぼこ通るの。めちゃくちゃ怖かった。ああ、逃しちゃった。何やってんの？目玉親父？何やってんの？何やってんの？こっちだよ、俺は。オッケー。あ、チャリ置きもある、ちゃんと。ちゃんとしてるんだな、スプラトゥーンの世界も。駐輪場があるんですね。最近コンビニとか行くと、駐輪場増えましたよね。路中少なくなったよな、チャリの。昔多かったんだけどね。みんななんか、いろんなとこ止めてたけど、今持ってかれるからな。街が綺麗になった気がする。10年前と比べると。ああ、10年前0歳。俺10年前0歳だ。よく知ってるな、俺。ああ、たこ焼きいっぱい来た。見た目たこ焼き。これ上乗ったらいけ、あ、無理だ。やべ、死にかけた今。意外と強かったな。移動速度が速いと強かった。一応倒しときますか。邪魔くさいし、親子倒す、OK。で、このガチホコみたいな、ホコ台から、バルン壊して、登りましょう。登れない、OK。これフグだな。見た目、フグだな。まあ、これ2にもあるからな。3のヒーローモードすごい楽しみになってきた。そう考える。はい、たこ焼きどうする？あ、壊してくんのこれ、すごい、ピンボールみたい。死ぬ、危ねえ。上乗って倒そう。 OK、 これ室外機か、関係なし。さあ次、あ、もう近いね、ゴール見えたね。電池ナマズが見えたぞ。おお、びっくりした、急に湧いた。あー、ごめん、落としちゃった。あ、それ落ちるんじゃない、落ちない、大丈夫、ごめんな。見た目たこ焼き食べたくなっちゃう。銀だこ美味しいっすよね、たこ焼き。たこ焼きというと銀だこなんですよ。銀だこで働いてる友達いたので、もうやめちゃったみたいなんですけど。うれ大砲好きだわ。この大砲インク切れないね。あとね、たこ焼きね、大阪行った時とかたこ焼きなんか無性に食べちゃいますね。たこ焼きが特別好きじゃないのか、大阪来たらたこ焼き食べとこうみたいな。たこ焼きもしくはお好み焼き、粉物食べとこうみたいな。なんか使命感。はい、ゴール。なんかちょっとでかくなってる。俺の大砲のせいだな。まだそれでもプルプルするんだな。はい、OK。2ステージ目クリアしました。ありがとうございました。いや、まだまだ簡単ですね。楽しいですね。さあ、戻ってきまして、次は3か、さっき開けたとこだ。うわ、ボスも見える。今日ボスまで行っちゃおっか。行きまーす。さあ、どんなのが出てくるのか。
タイトルは黄昏のタコプター。タコプターってあれが飛んでるやつか。確かなんかボム投げてこなかったっけ、タコプター。あれだ。違うな、これ。俺の知ってるタコプターじゃない。なんかもうちょいでっかいのいなかったっけ。これなんか、本物なの。もしかしたらあれかな。まだ、ボスみたいな感じじゃないのかな。これの大きい版がいた気がするよ。黄昏の。黄昏の。あ、後ろになんかある。オッケー、いくらゲットして、レールで行きました。レールこの頃からあったっけ？すげえな、この頃からあったんや。スーパーだと思ってた。オッケー。これ下降りないよ。おー、動いてる！待って、降りちゃった。動いてた今。危ない！これ危ない。あ、スーパーショットある！撃っていい？はい。怖い。怖い。全部倒した。一応これも倒しとこう。怖い。気持ちいい。スーパーショット気持ちいい。よし。そんで。これ下大丈夫だね。怖いな。あ、待って、これミステリーファイルじゃん。普通に壊してたけど。ミステリーファイル取りに行かなくちゃ。届くかな届くのか。頑張れ。あ、オッケー、頑張った、頑張った、よく頑張った。メイカちゃんが頑張ってくれました。で、なんか上に上がってない？よいしょ。ちょっと動くんだね、この、今回のステージは。よいしょ。あー、落ちちゃったけど、登れるやん。さあ、壊しまして、再びレールですね。まだ死ぬ要素がなくてよかった。ノーミスでいきたいよなぁ。よいしょ。あ、これ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 、いかついやつね。これなんですよ、自分が思ってたタコプター。これでもボムタコプターらしい。名前が今書いてあった。ボムタコプター。危ない。あ、ボム避ける練習になるかな。あ、スーパーショット。さよなら。さよなら。あー、危ない。よいしょ。足元が、足元濡れない。足元濡れない。少し足元濡れない。濡れない濡れない濡れない。あ、でもいい感じ。塗って。お、サンクリアじゃない？はい。はい。意外と簡単だった。さあ、ボス行きますか。あ、ミステリーファイル3、オクタリアンの乗る機械のようだが中に何も入っていない。一体どうやって動いているのか。いや、やる気さえあれば何とかなるのかもしれない。待って、俺2位取ってないじゃん。ごめん、ちょ、みんなこれ2位取ってくるわ、俺。あー、出てきた！ボスが出てきた！え？これじゃね？これだ！これだ！わからん、わからなかった。わかりづら、こんなところになったんだ。落ちないと気づかないよ、これ。全然わかんなかったよ。そんなところだったんや。すごいとこあったね、今。全然場所わからなかった。やっとゲットしたよ。わしらオクタリアンの世界は地下にあるんじゃ。洞窟同士は夜間の中の変装装置で行き来するんじゃよ。へえ、僕たちの住んでるところはこうなっていたんだね。すごいね、地下世界だったんだね。夜間から行けたっていう。だから夜間からいつも行くのか。さあ、ということで。全部のミステリーファイルを取ったので、ボスの夜間へ行きたいと思います。荒ぶる唇タコツボックス。ちょっと見覚えがあるかもしれない。これ確かスプラ2で改良されてなかったっけな。多分みんな見たことあるんじゃないかな、この子。行きまーす。いや、なんか既視感がある。もう見たことあるぞ。でも2にもいたぞ、こういうの。あ、取られちゃった。まあ、ボスですからね。多少は強いんじゃないでしょうか。武器2つじゃん。いたよこれ、スプラ2で。同じのいたよ、同じの。ここにもいたのかい。久しぶりに見た。スプラ1のこの子は久しぶりに見た。何も変わってないんだけど。はい、倒して。ね、2はね、この後強化されていくんです。なんか、クーラーボックスみたいなのがついていくんです。クーラーボックスだっけ、なんか。なんかね、邪魔者がね、周りにつくんだけど、邪魔なプロテクターみたいなのが、今回違うな。こう、移動しにくくなってるだけかも。でもまだまだ簡単だ。ワンの方がちょっと簡単かも。
はい、2回目。あれもういいのか、ボス。ボス終わるぞ、もう。あ、どこに1個に取った。いや、これ難しいかもしれんよ。みんな、こう、バカにしちゃダメだよ。絶対難しいからね。今のとこまだ簡単かもしれないけど。実は難しいかもしれない。さあ、来い。タイミングよく避け。ほら、塗って、タイミング合わせないといけないから。あ、いけたわ。いけちゃった。あ、終わった。いや、まだある。いや、これ、まだあるかもしれない。そんなことないよな。あるよな。頼む。もう一何回来い。あそんなはずはない。あ、ミステリーファイル取っとこう。あれ？よかったな。すぐ助けてもらって。おいしょ。ありがとうございました。腹ぶる唇、タコツボックスでした。ぬぬ。キャッツラ、戦略タコツボ兵器。ともあれ3号はあっぱれじゃ。引き続きよろしく頼むぞ。オーデンチナマズはまだまだ先じゃ。対タコ用試作戦術兵器。設計技術者、カンブリア、武器の才。何それ知らない。カンブリア武器の才って人がいるの？初めて聞いた名前です。ハイカラシティ、ブイヤベース1フロア、カンブリアームズ。初めて聞く名前多くない？5年間やってきて初めて知りました。これ、知らなかったな。もうそんな感じですね。特に説明はありませんでした。お！コンセントが漏電して、どうなる？壊れる。壊れていく。これで2のステージに行けるのか。はい、ということで今回この辺にしていきたいなと思います。次のステージはね、次の動画でやっていこうかなと思うんですけど、続きが気になる方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まったりやっていこうと思っているので、まあ、ゆっくり見ててください。それでは今回はこの辺にしたいと思います。終わります。バイバーイ。